はいはい、蛍駅のね、改札を失礼いたしました。失礼いたしますね。バスターミナルですね。マブルポストあります。少し暑いですね。風が吹きます。海鮮ね、海鮮に何だろうな。行けるところはね、行きます。時間もね。札幌で何時間も十分通ってあるんでね。まずはこの乗車券ね、やって。小樽駅です。ね、この動画1日か2日遅れてのね、本日はね、2021年の8月2日月曜、ただいまの時刻15時25分です。山下の通報発作がね、持っておりまして、これはね、私の事情ですからね、戦うしか方法がありませんね。またね、バックにしております。
袖十分ですね。長袖には今のところね、しまってありますね。寒くはないです。暑いですね。ね、歩くところもありますね。あ、そうだね。あの札幌駅が特急カムイ号に乗車して13時ですね。旭川に向かいます。旭川はね、暑いと思います。行けるところはね、風がね、吹いてきますとね、これ通報とかなければね、いいんですかね。これはもう私の事業ですか。商店街です。せっかく北海道来ましたからね、慌てること必要は、ね、ありませんからね。ホテルのチェックインね、23時までね、チェックインを行えばね、それでよろしいですからね。悠々とね、道歩けます。北海道にね、旅行に行ったというのはちょうどね、1ヶ月8月、そうですね、今日は8月2日ですからね、でしょうか。フェリーのね、感覚で調子に出れることもね、よろしいですし、バスもね、感覚も調子にしますね。その点ね、いいですね。こっちは無理やり入れたところもありますし、私バックにしますと、若戸時代に鳴門に到着いたしました。ではね、入店いたします。若戸時代の、ね、鳴門です。